どうも、斉藤俊一でございます。さあ、今日はですね、かっこいい本棚とダサい本棚というですね、企画をやりたい。企画をやりたいというか、どういうのがダサい本棚か、どういうのがかっこいい本棚かというのをね、今日はちょっと考えてみようというふうに思います。というのはですね、今、読書アカを作ってツイッターをやったりだとか、あとまあこういう YouTube とかで見るのも多いんですけど、やっぱりね、本棚、人の本棚ってやっぱ見るの楽しいじゃないですか。なんで楽しいかは全くわからないですけどもなんか見るの楽しいじゃないですか。で、やっぱり十人十色というか、ミステリーが好きな人はミステリーが多かったりだとか、昔の文豪の作品が多い人はね、そういうのが多かったりだとか、ちょっと難しいような、哲学書が多い方であったりだとか、あとはね、自己啓発本がやたら多かったりだとか、まあ、かっこいい本棚、ダサい本棚っていうのがあるかもしれないなと思って、まあ、僕個人的な、価値観で言うと、自己啓発本ばっかりずらっと並んでる本棚はダサいかなとは思うんですよね。別に自己啓発本が悪いとは言わないですけども、そんなのばっかり読んでる人は明らかにちょっとメンタル弱いっていうか、何も分かってへんやんこの人っていうか、自分全然ないやんと思ってしまうかもしれないなぁと思ってんで、それでね、サイトをねこう見てみたらですね、あったんですよ、同じような。これ面白くてね、モテる本棚、モテない本棚っていうのがあって、ほうほうほう、ほうほうほうと思って、見たらですね、これ面白いんですよね。もしね、あなたが男性でですよ、女性が部屋に来て、この本棚を見た時に、モテる本棚と、いや、モテないよっていう本棚があるっていうんですね。で、本は服装と同じようなもんだと。ファッションだというふうに、この方はおっしゃってるんですよ、このサイトの方はね。例えばどんな本があればかっこいい本棚なのっていうのをこの人なりに考えてるんですけども、それが非常に、この人の考えですよ、あくまで。このサイトを立ち上げてる方の、モテる本棚、モテない本棚の。モテる本棚にはどういう本が置かれているかというとですね、夏目漱石の本、川端康成の本、小林秀雄の本、ドストエフスキーの本、ね、とニーチェ、それからハイデガー、ね、漫画のスラムダンク、はい、といった本棚が持てるんだとこの方はおっしゃっております。はい、どうなんでしょうね。まあ、一応この人の見解で言うと、古典文学から哲学まで難しそうな本ばかりが並んでるのにスラムダンクっていうのでキュンとくると。そんな難しい、スラムダンクとかって読んでるの？急になんかこう降りてきてくれたけどみたいな感じがするんだそうです。はい。ちなみに、モテない本棚、ダサい本棚は、どういう本棚かというと、この方がおっしゃるにはですね、ワンピース、ナルト、ドラゴンボール、テニスの王子様、ハンターハンターが並んでたらダサいんだそうです。あくまでこの方の意見ですけども、ただこの方が言うにはですね、漫画が悪いわけじゃないと。ただやっぱ男の人の部屋にハッと行った時に漫画ばっかりあるのもどうか、しかも全部ジャンプコミックスやないかと。こいつ頭の中小学校のままやんけみたいな、ね、せめてなんかもうちょっとこう、なんていうんですかね、ね、青年誌のコミックとかあればまだこう、あ、なるほどって思うかもしれないけれども、全部ジャンプやんと、この方は思うんだそうです。で、ただ僕思ったのはですね、もう部屋に女の子呼んでる時点でもうモテてると思いますけどね。そっから本棚見て、やっぱ嫌とはならないと思うんですけどね。他にもありました。男の人の部屋にこの小説があったら株が上がる5冊というのがね、あるんだそうです。これはまた別の方のサイトでね、言われてるんですけど、まず一つはですね、奥田秀夫さんの邪魔という作品があれば、これは持ってますよと。なんでか全然わからないんですけど、奥田秀夫さんの本ならほとんど OK なんだそうです。言い切ってますからね、この人。
はモテるんだそうです。かっこいい、ね。株が上がるんだそうです。男の株が上がる。続いて、斎藤隆夫さんのサバイバルですね。これはですね、斎藤隆夫さん、同じ斎藤隆夫さんでも、ゴルゴでもなく、鬼平犯科帳でもなく、サバイバルのを持ってるところが株が上がるんだそうです。この人いわくです。はい。そして、長谷清舟さんの不夜城があったら株が上がるんだそうです。それからですね、山崎豊子さんの白い巨塔があったら株が上がる。なぜなんでしょうね。ちょっとよくわからないですけども。そして最後に岸優介さんの新世界よりがあったらもうクラッ勝手なこと言うとんなという非常に意見がね多分聞かれると思いますけれども、そうですね、うん、まあ、ダサい本だら、うん、まあまあそうなんですかね、うん、ただ漫画ね、さっきの方がおっしゃられるように漫画がばかりはダサいと言われるかもしれないですけども、僕の家にはジョジョね、それからハンターハンター、ワンピースございます、はい、がっつりございます、はい、ダサいんですかね、まあわからないですけれどもね、まあ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 、まあかっこいいもかっこ悪いも本にはないんですけれども、ちょっとね、そういうのを考えてみるっていうのは面白いかもしれないなと思って、皆さんが考える、かっこいい本棚というのは一体ねどういうラインナップの本棚がかっこいいですか、ね、またはどういうラインナップのね本棚はダサいとかいうのねあればぜひコメント欄の方にね書いていただきたい。こんな素晴らしい本棚やけどこの一冊があるだけでうーわそっちかいみたいなのも、私はあります、僕はありますっていうのあったらねぜひコメント欄書いていただけたら、またね賑やかになるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今日はですね、かっこいい本棚、ダサい本棚について語りました。どうもありがとうございました。